お疲れ様です。まあね、お金貸さないね。まあ上げた方がスパッとするのかもしれないし、上げるのが惜しければもう一切上げないっていうことでもいいと思うんですけどもね。まあそのちょっとの前の話に戻りますけども、その会社をやっているとね、従業員さんが一人前に稼げない分まで経営者が被らないといけないっていうことになるじゃないですか。まあそれに対してね、なんかいきなり部長が帰らないから僕らも帰らないじゃないですかみたいなね、またずれなこと言う、まあつまり一部の稼げる人が稼げない人を養わなくてはいけないっていう構図は、まあ、会社でももしかしたらね、家庭でも、それから大きな枠組みで言ったらこの国でも同じでですね、なんかそのできる人ほど割を食うっていうのがあるでしょうね、これで。できない人ほど文句言うみたいなね。だからできる人からすると精神を鍛えていかないととんでもなくね、やっていけないっていう問題にもなると思うんですよ。まあ、これはね、本当にね、辛いですよね。自分が全然手取りがないばかりか、時間もないし趣味もできないし、でお金を借りてきてマイナスになって、人のために金突っ込んで感謝もされずに結構でかみたいなね、で一人前のこと言うわけじゃないですか。いや、それはね、相当な精神力が必要なんじゃないかなと思いますし、あのお金をね借りに来る人っていうのはそれに比べたらまだ可愛いですよね。300万500万借りに来てとんずらみたいな。でもね、社員抱えてしまうと自分でやったこととはいえ、なんかね、全然悪びれることもなく当たり前のように持っていきますからね。で、総じて言うと、やっぱ金を稼ごうと思う人とか金が稼げる人って本当少なくって、なんかそういう人によって社会が持ってるんだろうなとかね、会社が持ってるんだろうなとかいうところあるんでしょうね、きっとね。だからなんかバカバカしいやってらんねえやと思ったら、やっぱりこう一人になっちゃうんですよね、これはね。まあ、そういう意味ではね、やっぱこう会社を手放してよかったかなと、なんかスタッフなんていない方がよかったかなとね。でしまいにはね、一人でやってたら本当何でも自由だし、拘束されるものもないし、なんかそういう時代なんでしょうね、きっとね。まあ、その上ででもなんかね、あの従業員を食わしてやらないといけないみたいな義務感とか包容力に長けた人ってのはいるかもしれませんし、まあ、そういう会社に入れたらラッキーですよね。なんか永遠に搾取できるみたいな、そんなタイプになると思いますけども、まあでもリスクが高いのは、あの自分でことを起こしてるわけではないってところですよね。だから思考も全然トンチンカンの方行っちゃうし、で自分と違う考え方を目の前に提示されたらなんか気分壊すしみたいな感じで、精神も鍛えられてないからもうズブズブ埋まっていくだけみたいなことになっちゃったりね。まあ、でもやっぱこうね、一人生きていこうと思ったら、もう何もにも取られないような、まあ、強い自分ってものを引いていくしかないかなと思うんですよ。で、お金を貸すとか貸さないとかっていう知恵もいっぱい出てきましたけども、まあ、吉田さんが言うようにね、もう貸さないっていうのも一つだし、私みたいにちょっとねインチキっぽい貸し方もありますけどね。でも確かにそのお金を貸すサービスがあるのにそっちの方に行かずに、なんで俺のとこ来るのみたいなね、それこそまずは自分の親兄弟から頼って、どうしようもなくなったら他人たるところに来いって話じゃないですか。でもこれってのは結構多くの方が勘違いしていて、なんかこう知られたくないんですよね、身近な人には。それでどうでもいい人には無理難題を押し付けるんですよね。だからその辺でも分かるんですけども、親兄弟にお金借りたらどうしても返さないけんっていう気持ちになるけども、他人に借りたらとんずらすればいいみたいなところじゃないですか。だからなんかね、その、なんですか、めんどくさいなと思ったら、この結婚してても3組に1組はなんか離婚するみたいなことになってくるのは、それから養育費もほとんど払われてないとかね、そういった問題があったりとか、会社もいきなり経営者がとんずらしたりとか、社員が来なかったりとかね、まあなんとも義理も人情もない世の中だなと思いますけども、いやでもね、ほんと救われるなと思うのは、何があっても、あ、俺はやっていけるなみたいな。ことお金に関しては、いやもう作っていけるなとかね、まあそういうふうなビジネスで鍛えられたところとか、まあビジネスにある意味裏切られたところとかね、全部が糧になってるんじゃないかなと思うんですよ。だからもう詐欺にもかからないしね、で詐欺にかかってもかかる前以上になんか豊かになるっていうか、たくましくなるみたいな、そういうふうな強さを身につけたりとかできるんじゃないかなと思うんですよね。なんか言ってみればね、その裏切られたって単なる泣き言にしか思えなくって、もちろん
自分以外の人が裏切られたらね、同情するんですけども、自分に対しては裏切りというのはなくって、まあ自分の見る目がなかったかなっていうのと、あ、自分が安く見られちゃったかなとかね、うん、まあ他者にね、もう自分なんかの測ることはね、できないですよね。まあ吉田さんもね、日々成長進化してるんで、もう3日会わなかったら別の人みたいな感じじゃないですか。いや今すごいですよ本当。FX のオリガルヒのサポートむちゃくちゃ来てるんで、もうなんとか返せてますけどね今ね。すごいですねこれは。こんなに評価してくれてるんだなと思ったら、なんかやるっかないなと思いますね。で庭の手入れ今してきたんですけどね、もうヘトヘトになってなんか知んないけど、汗だくになってシャワー浴びて帰ってきたらサポートがあるみたいな。でもサポートしたらなんか癒されるみたいな、ね、なんかその、なんかね、仕事で癒されるってのありますね、なんかね。少なくとも誰かの役に立ったなとかね。で動画とかで返信するんですけども、まあ、ありがとうございますとか、ね、返信むちゃ早いですとかね、期待した通りですとか。で今日もなんかね、もう締め切りすぎてるのにオリガルヒの申し込みがあって、いやもう終わってるんですけど、でもあと一人ぐらいならなんとかなりますよみたいな返信させてもらったんですけども、いや締め切りすぎてるのにすいません調整してもらってとか言って、なんかね、まあ一応結構な金額じゃないですか、その多分ほとんど働く人の月収以上の単価なんですよ私の商品ってのは。吉田さんもお分かりだと思いますけど、いやそれをね、はい売りますよって言ったら、なんかありがとうございますって言っていただけるようなところに来てるんだなと思ったら、いや本当これね、先月末ってその30日までプロモーションかける直前までね、売り上げ1万だったんですよ本当に。あれこれやっちゃったかなと思って、プロモーションを始める前になんか知らないけど、もう8人ぐらい来たらいいなと思ったら10人12人とか来てね、なんか すごいね本当。なんかこう自分がやってきたことってのは裏切れないなっていうのと、なんかそう思ってみるとね、その麻雀ってやった時にね、いかに気合が入ってなかったかってことですよね。まあある意味その麻雀を見限っていたというか、店舗運営をもう旧世代型のもんだと思ってね、もう終わっているような、まあ少なくとも自分には扱えないなと思ったり、それからやっぱね、人ですよね。なんか組織のためにやろうなんて思わないわけですよ。個人のためにやるわけなんですよ。自分のためにね。自分のためにやろうと思うのに自分でやることはしないんですよ。まあ、これ言うとまた愚痴っぽくなるんですけども、愚痴じゃなくて、ね、現実として言いますけども、やっぱこう組織に入った以上組織のために何ぼかやらないといけないんですけども、組織に入ったのに組織が自分に何かをしてくれることを期待するみたいなね。だから今でこそね、ケネディ大統領の言葉が必要なんじゃないですか。ね、この国が自分に何をしてくれるかではなく、自分がこの国に何ができるかを問われるべきだみたいなことを言ってましたけども、それをねちょっと小さい規模で会社とかその家族とか友人とかにこう当てはめてみると、どうなのかなってことが見えてくるんだろうな、じゃないかなというふうな感じじゃないですか今回は。だからお金を借りるんだったら、なんかね、誰から借りればいいですかね。消費者金融ですかやっぱり。いやでもお金貸す商売やってないですからね、お互いにね貸さないですねやっぱりね。貸すにしてもなんかね、もう いじびった金額、500円貸してあげるみたいな、30分後に返してとかね、30分後にもうほぼ断ってるみたいな感じです。はい、ということで今回は以上ですね。タイトル何にしようかね。タイトルちょっと思いつかなかったんで、タにしましょうか。適当に。いってらっしゃい。